そんなところへ。やめてよ。そんなんじゃないじゃん。今回顔なじみのメンバーって結構いるんですか。大使は、まあ、金田一で共演してますし、あとガク君も共演はしたことないんですけど、共通の友達で、でアキラも共通の友達で、で知念ってやつだけ分かんないですよね。あんまり、面識ないから、でもやたら絡んでくるなこの子と思って、さっき深々と挨拶されてましたね。よく分からない、つかめないですね、まだ。仲良くなれそうですか。ちょっと無理かな。いや、モニター越しでめっちゃ目が合うっていう現象が起きた。あと一つ言えるのは、僕ちょっと知念が人見知りだったんで、このヌーベ入る前心配で、ちょっとヌーベ頑張れ会やったんですよ、4人ぐらいで。で、僕頑張ってくるって言って、じゃ頑張ってこい、いつでも俺らそばだ乗るぞっつってヌーベ挑んだんです、こいつ。そしたら、なんか始まったらヌーベの人たちとしか一緒にいないんすよ。それちょっと、それちょっと、もうそろそろ僕ら の元にグッて引っ張って戻した。今まで本当にありがとうございました。やめろお前。また一緒に仕事できたら嬉しいから。素敵な現場でゼッキとして参加できたら嬉しく思ってます。あと残りわずかだと思うんですけど、怪我なく頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。